KAB 駅前フェスタ、はい、スペシャルでございますけれども、はい、この熊本駅前の会場から生放送でお届けしております、はい、さあここからはですね、我々が MC を務めます熊パワープラスの人気コーナー、はい、プーキーズのショーをご覧いただきたいと思います。やったー、頑張ります、よろしくお願いします。ゆうた君よろしくお願いします。ゆうちゃん、もう早速いきましょう、はい、プーキーズショーどうぞ。お願いします。いいですか、はい、大丈夫ですか。頑張ります。お願いします、はい、初めての園外パフォーマンス頑張ります。頑張ってください。お願いします。お願いします。さあというわけでございまして、ここから始めていきたいと思います。おさるさん、ルート君と言います。どうぞよろしくお願いします。頑張りましょうね。さあ今日はですね、おさるさんの可愛いところ、かっこいいところ存分に、何変なことしないで。じゃ今始まるところだからね、可愛いところを見てほしい。止めない。何、どうした、え、かっこいいところを見せようとして、だからさ、何おかしいって。気をつけ、ルート君、始まったからピシッとして、ピシッと、おお、そう、気をつけ、こっち見て、こっち見て、もう一回ピシッと、違う、な、何、いつもこんなことないんですよ。あの、ちょっと一回音楽止めてもらっていいですか。あの、なんかあるんだったら聞くわ。どうした、おう、おう、ごめんなさい、拍手が足りないって。ごめんなさい、あの、あ、ちょ一回聞いてもらっていいですか。あの、お猿さんってやっぱ人間と似てて、会場が盛り上がってると気持ちが乗ってくるんですよ。なんでもう一回出てきていいですか。大きめの拍手で迎えてあげてください。じゃあルート君もう一回やるから、それでいいでしょ。それでは音楽もお願いします。はい、どうも、ありがとうございます。ほら、ルート君、あ、もうやる気になってきました。頑張ってきました。サービスがすごいじゃないですか。いやいや、よしよしよし、皆さんのおかげでね、ルート君も盛り上がって始められるんで、じゃあまず最初はしっかりとジャンプ技、皆様に見ていただきたいと思います。飛び込み前転いきましょう。さあ、でこれはね、説明するよりも一回技を見てもらった方が早いんですよね。バー乗せまして飛び越えるんですが、着地にご注目です。気をつけ、頑張ってよ。はい、前転入ります。決まった、いいですね。さあ、でももちろんこんな高さじゃ終わりませんよね。次、順当にこの高さ行きたいと思います。で、結構低いんじゃないかなってパッと見思う方いらっしゃると思いますが、よく見てほしいんですよ。ルート君の身長と比べてみてください。比べると大体一緒ですね。え、いや、むしろ低いぐらいなんで難しいんですよ。それでは頑張っていただきましょう。この高さ飛べるか、違う、待て、そんな小ボケはいらないから。それでは順当に飛んでください。いきますよ。はい、よっしゃ、完璧、やったー、よし。さあ、でですよ、まあここまで来たらこの高さですよね。頑張っちゃいますよ。今日はこの技最後、一番上行っちゃいたいと思います。ありがとうございます。でも調子に乗ってこの高さ行っちゃいたいと思います。見てごらん、すげえ高えのこれ。蹴らない、ちょっとなんでよ。 できる、大丈夫よ。気をつけ、気合が足んないのね。落ちて一回気合入れてから飛ぼう。じゃあ行くよ、あの高さ頑張っていきましょう。違う、頭抱えちゃダメじゃん。もう一回いくよ、頼むよ、頑張っていきましょう。だからちょっと無理みたいになるから、もう一回いくよ、頼むよ、頑張っていきましょう。もういいから、もう何、じゃあ下げるの、じゃあ分かったよ、じゃあこの高さでいいのね。うわうわ、下がっちゃった、ショック受けないでよ。いやさ、煽って申し訳ないけど、やっぱ一番高い、泣かないで。余計なことすんじゃないよ、もう。じゃあ一回やってみよう。できる、この高さよ。それでは助走をいっぱい取って、自分を信じて、いける、頑張ってよ。はーい、よっしゃー、大成功、やったー、よし、頑張った、エラーが出れて頑張った、よしどんどん行きましょう。さあ、でここからですね、ちょっと皆様に聞いてみたいことがあるんですけど、あの今ね、1個パフォーマンスご覧いただきましたが、今まであの
お猿さんのショーを見たことがある方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、めちゃくちゃいるじゃないですか。やりづらいっすね。マジか。いやでも結構ね、お猿さんって人間に似てるんですよ。なんで例えば僕が今からここでお腹が痛くなって倒れたらどうすると思いますね。一回やってみたいと思います。人間っぽいとこ見れると思います。いきますよ、ルート君。じゃ次の技に、あ、やばい、ちょっと待って、お腹痛い。いやちょっと待って、これきついきついきつい。いや踏まない踏まない。おかしいでしょうが。違うよ、お腹ほんとマジなやつだから。お腹が痛くてだからさ。あの一回落ち着いて話聞いて、一回座ろう。おいで、座ってくれれば。どこ座ってんのよ。ちょっと立って。ちょ、おかしいでしょ。そう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 、あのこういう時はどんなものを持ってきたらいいと思いますかね。なんか必要なもの持っといで。なんかない？飼い主の、それ終わった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 、この道具は終わったのよね。持っといで。なんかない？ちょうだい。何持ってきたの？え、ビデオカメラ。あの撮れ高とかじゃないのよ今これ。あのさ、これほら救急箱あるじゃん、あれ持っといで。なんかいいもの入ってるからね、普通に持ってきなさい。遊びながら来るんじゃないよ。何も何でもいいわ。じゃ早く楽になりたいから、中のもの中のものほら出して。なんかほら楽になりたい。怖い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 。そういう意味の楽じゃないのよもう。あのごめんなさい、元気です、すいません。はい、はい、すいませんでした。あの頭がいいなっていうことはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。さあじゃあね、僕たち今このステージに立たせていただいているのはですよ、あの次の演目行くんですが、くまパワープラスという番組にちょこちょこ出させていただいております。でその中で淵上彩香さんというメイン MC の方、結構共演してきて結構仲良くなってるんですよ。なんで今日このステージで絆の深さをご覧いただきたいと思います。では淵上彩香さん、お願いします。よろしくお願いします。さあ本日よろしくお願いいたします。お願いします。何も聞いてないということで。何も聞いてない。はい、じゃあこの素のありのままの、はいはい、絆の深さをお願いいたします。ルーちゃんよろしくね。じゃあこちら側にお願いします。はいはい、で今からですね、ルート君がボールを飛ばしますんで。ボールを飛ばす、はいはい、それをキャッチしていただこうかなと。あ、私がキャッチするんですか。でこれで、うわ狭で頭に。頭、そう。どういうこと、こうじゃダメなんですか。ダメです。え、頭、そう、そう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 。え、腰こうつけるの。そう、無理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 。いやいやいや、二人の中ならいけますから絶対。ルーちゃんこれいけるの。はい、じゃあちょっと一回、まあ、何はともあれ一回やってみましょうね。で今からこれシーソーを使ってボール飛ばしますから、あのどの辺に飛ぶかなっていうところにまずいてください。はい、え、どれぐらい飛ぶんだろうルーちゃんのボール。さあでは一発で決めてほしい。うわ緊張するね。二人の絆の深さをご覧いただきましょう。気をつけ。 えそっから飛ぶの。そう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 、うっそ。いくよ。いや、もう行きますよ、行きますよ。ここじゃないですか。1投目、はい、よっしゃー。入ってる。惜しかった惜しかった。入ってないです。あのヘディングするイメージ。あ、こうですね。はい、で今ので雰囲気分かったと思うんで。分かりました。はいはい、今の感じで行ける気がします。はいはい、飛ぶ感じ分かったと思うんで、はい、2投目行きましょう。次で成功してほしい。気をつけ気をつけ、行きますよ。はい、よっしゃー。やっぱ息合わないといけないんで。息がちょっと前にいます。そう、ちょっと鬼畜すぎたかもしれない今。ルートが違ったから。あのじゃあすいません、あの本当にこれ初めてなんですよ。これ首から下げといていただいて。あ、すいません。分かりやすいです。そうです、あの期待値下げとかないと。そう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 。はい、それでは3回目いきましょう。もうこの辺でね、この辺で決まるんじゃないかと思ってるんですけど。はい、気をつけ、いくよ、3投目いきます。はい、よっしゃー。惜しかったですか。全然惜しくないです。全然見えないんだけど。もうちょい後ろですかね。え、あのこの時間も尺があるんで。あの、ね、この辺で決めとかないとやばいんですよ。え、本当に入る気がしない。じゃあいきますよ、いきますよ、最後気をつけ、いきますよ、頑張ってよ。はい、よっしゃー、いけー。惜しかったですよね今。もう
持ってていいっす。難易度下げていきましょう。いいんですか、ね、いいですいいですいいです、はいはい、これならもう一発で決められますよ。そうですよね、ルーちゃんごめんね、それこそお願いします。はい、乗って。それでは最後、最後にしよう、最後にしよう、これでね、気をつけ、頑張ってよ。はい、よっしゃー、おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、ありがとうございます。じゃあ見事成功しましたから、はい、フッチーにはこれプレゼントがありますよ。ね、それとか何がいいですか。これ、あれ、金一封です。あ、いいんですか。やらしいですね、ルーちゃん、ちょっと。じゃあ、あのじゃあこれでね、はい、美味しいご飯でも食べていただければと思います。はい、ふりかけです。え、なんで？なんで、のりたま。え、嫌いですか。好きです。どうする？よかったですよ。はい、ありがとうございます。はい、口上彩香さんでした。ありがとうございました。いや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 。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、じゃあ次がですね、いよいよ、いや、たくさんネタやってまいりましたが、最後のネタになります。まあ、僕とルート君コンビを組んで4年ぐらい経つんですけど、これぐらいの時間一緒に時間、共にしてるとですね、ルート君が僕が何を期待してるのかとか考えていろいろ行動してくれるようになるんですよ。なんで2人しかできない、今日はですね、絆があるからこそできるジャンプ技、皆様に見ていただきたいと思います。危ない、ちょっとルート君さ、マイクを蹴散らしていかないで。生放送中にやめて、そういうことすんの。よいしょっと、はい、じゃあいきますよ。階段からジャンプをして、こちらのね、あのクッションまでジャンプをしていくという技です。気をつけいきますよ。まずはこの距離、はい、よっしゃー、大成功、やったー、いいですね。で、これを長くしていきます。さあ、ここかな、これぐらいかな。いや、でもですよ、これあんまり盛り上がらなくないですかね。ちょっと今日のお客さん見たことある方いっぱいいたんで、お猿さんのショーをもうちょっと難しく、じゃあですよ、じゃあ、あのここにバーがあるんで、これをこう立てます。で、こう飛び越えた上でここまでジャンプしたら、これちょっとすごいと思うんで、一回やってみたいと思います。さあ、それではできるか分かりませんが、気をつけ、ルト君、あの距離を、あの高さを飛んでいきましょう。はーい、いや、ちょ、怖いよね、怖いよね。大丈夫、大丈夫、ルート君がでもできると思うから大丈夫。一回本気でやってみよう。さあ、ちょっと本気モードでいきます。で、ルート君もちょっと頑張るんで、成功した際には今日一番の大きな拍手で迎えてあげてください。それではいきますよ、この距離、これよこれよこれよ、この高さ、頑張ってよ。はーい、よっしゃー、大成功、はい、やったー、よっしゃー、また選ばれるんじゃん、またやってもらってください。さあ、じゃあね、しっかり大技を決めてくれたところで挨拶をして終わりたいと思います。以上、プーキーズショーでした。ありがとうございました。プーキーズのお二人、ありがとうございます。ありがとうございました。いや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 、ルーちゃん成長しましたね。そうです ね、本当にぶっつけ本番だったんですよ、ね、そうです、そうなんですよ。道理で下手くそだと思いました。ごめんなさい、本当にいけるかなと思ったんですけど。そう、思ったより運動神経がいいです。よ、運動神経はいいです。 よく言いましたね、今。そうね、球技はあんまり上手じゃないですね。なるほどね。そういうことですよね。いや、今日のどうですか、ルート君のこう、いや、ルート君も緊張したし、僕も緊張しました。やっぱりなかなかこうやってね、そうな、園外でやるのが初めてだったんですよ、動物園の外で。そうですよね、はい。でも皆さんラッキーでしたね、こうやってね、近くでプーキーズ見れてね。どうですか皆さん。ありがとうございました。可愛かった、ルーちゃん、本当にありがとう。なんかこうルート君が一生懸命頑張ってるのがすごくビンビン伝わってきました。はい、はい。いやー、しかし、この春もいろいろやっぱりイベントとか黒田さん行かれるんですか、あちこちやっぱりあるんですか。いや、そうですね、まあ、それこそ夏休みから新作ショーを始めないといけないんですよ、うん、はいはい、その準備がまたこれから忙しくなっちゃうんで、うん、はい、ぜひ頑張って準備するんで、夏休みカドリードミニオン遊びにいらしてください。行きましょう、ぜひ皆さんまた見に行きましょう、はい、ありがとうございました。